Nana and Goro and Shion フレンチブルドッグに追い出されたフレンチブルドッグ左側の M サイズの小さいベッドから飛び出したシオン。ゴローが寝ているベッドにアタックしてます。ベッドを蹴ってます。後ろ足でベッドを蹴りながら前足でゴローを叩いてます。ここまでされるとゴローもベッドから出るしかなかった。ベッドから追い出されてもゴローは穏やかな表情を崩さない。シオンはしてやったりの顔。シオンの悪そう。眠いよね。ゴローは別にベッドじゃなくても寝れる。ご視聴ありがとうございました。